トレスガルシアは、ウルグアイ生まれのスペインの画家である、ウルグアイのモンテビデオで生まれた。1891年、17歳になった時、家族と父親の故郷のカタルーニャに移った、バルセロナの美術学校で美術の教育を受けた。1892年から1914年までは、バルセロナで活動し、1897年からは、 雑誌や書籍のイラストレーターとして働いた。この頃はロートレックに影響を受けたスタイルの絵を制作していた。バルセロナの教会や公共施設の壁画を描き、1910年のブルッセル万国博覧会のウルグアイのパビリオンの壁画も描いた。1909年に結婚した。アメリカ・インバーチだ1920年から2年間、ニューヨークに滞在した後、イタリアに住み、 1924年にフランスに移った。1926年までコートダジュールのビル・シュルメールに滞在した後、パリに移り、抽象絵画を描く画家、ジャン・エリオンとスタジオを共有し、1930年にミシェル・スー・フォールや、ピート・モンドリアン、ジャン・アルプ、ルコル・ビュージエラと美術家、グループ、セルクルエカレを創立し、展覧会を開いた。1932年に、 パリを離れ、マドリードに移った後、1934年に43年ぶりにウルグアイに移った。モンテビデオで美術協会、アソアーゾンであるテコンストラクティボを設立し、芸術家の教育や美術活動をした。1943年に描い南北を反転させ、南アメリカの地図は南アメリカの芸術に対する自信を示した作品だとされる。 モンテビデオで没した。ありがとうございます。